はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース滝です。今回は2021年ベスト夜の運動会についてみんなに聞いてみた。はい、ということでもう2021年もね、あと残りわずかとなったんですが、皆さん今年はいい運動会営めたでしょうか。そんな皆さんに2021年で一番良かったベスト運動会を教えてくださいということで、インスタグラムのストーリーで募集をしました。でその中で皆さんね、結構いい運動会繰り広げてますね。ということでそれをね、振り返りと2022年に向けての抱負をお話しできたらなっていうふうに思います。それではスタート。はい、では早速2021年ベスト運動会、一つ目は彼女と大好きと言い合ってぐちゃぐちゃになったやつ。これ絶対激しめのやつじゃないですか。お互いさ、大好き大好き大好きのさ、その共鳴する感じね、もうやまびこかなって思いますね。もうやっほーやっほーみたいなねまあちょっと違いますけど、まあ、そういうね、大好きってさ言い合ってさぐちゃぐちゃになるやつってめちゃくちゃ良くないですか。いやもうこれ結構理想でしょ。ベスト運動会じゃないですか。あーもうこんな2022年やってみたいな。はい、ではどんどん行きましょう。次二つ目は、相手が何度もフラッシュした時に、何これ初めてなんだけどって感動された時。まあ、2021年ね、スプラッシュ大会ですね。もう何を言ってるんだろう。この、まあ、スプラッシュするかしないかって、結構女の子の体質とかにもよったりするんですけど、まあ、この人ではいけたのに、この人ではできないとかいう場合もあるので、まあ、そのね、女性はまず、できる体質だったっていうことと、まあ、あなたのね、テクニックがね、やっぱり光ったんじゃないかなっていう風に思います。2022年も頑張ってください。はい、では次3つ目、友達だった子といきなり脈ありな関係になってビデオ通話でお互いにしたこと。この何がいいかって、友達だった関係からの突然親密になった時ってさ、なんかドキドキしない？今まではお互いさ、友達としてのさ、こう側面しか見えなかったのに、こういきなりなんか恋愛関係になると、え、この子こんな可愛いとこあったんだとかさ、結構発見すること多いと思うよね。しかも友達期間のこともあるから、なんかそのギャップみたいなのにさ、逆に燃えちゃったりしない？それはめちゃくちゃわかる。そんな女の子とテレビ電話でしたってめちゃくちゃエッチじゃん。はい、では次、汗だく騎乗位7回チャレンジ。君は絶倫。そもそもそんなにしたらもう足の筋肉がね、アスリート級になっちゃう。はい、では次、彼女に赤ちゃん作ろうって言われながらした。これよく男性ものの漫画でよく見るシーンじゃん。いやもうこんなんね、興奮マックスって感じよね。たまりませんな。はい、では次、非常階段でやった。このいつもと違うシチュエーションでやる感じね、めちゃくちゃいい。でもさ、非常階段とかでさ、するときってめっちゃドキドキしない？いや私は経験ないんですけど、今ちょっとしときたかもとかなってさ、そういうときにさ、ズボン下ろしてたらクシクシってなるじゃん。あのさ、感じがさ、私からするともう不安すぎてさ、なんかできないんよね。ともう誰かに見つからないように2022年も勤しんでください。はい、では次最後で、これ女の子からの投稿で、真っ昼間のホテルの大きい窓の前で全裸立ち、窓に体ペタってつける感じ。いやもう最高、もう全私が喜んでおります。ありがとうございます。本当にもうこういうのはね、誰かに見られちゃうよ、ダメだよって言いつつさ、やっぱ興奮してる自分がね、いる感じね、最高です。ごちそうさまです。はい、ということで今回は2021年の皆さんの夜の大運動会エピソードというのをご紹介したんですが、いかがだったでしょうか。ストーリーの投稿に反応してくださった方ありがとうございました。でインスタグラムのストーリーでよく皆さんに質問を募集しているので、インスタグラムフォローまだの方は下の概要欄からチェックしてみてください。はい、ではこれが今年最後の投稿になると思うんですが、こんな感じで大丈夫そう？なんかまあ私らしいね、2021年最後の動画かなっていう風に思うので、よしとしましょう。はい、ということでまた来年も皆さんよろしくお願いします。バイビー。